演奏会用、アレグロオーパス46は、エドワード・エルガーが1901年に作曲した、ピアノ独奏曲。ピアニストのファニー・デイビスの要望を受けて書かれた、エルガー唯一の演奏会用、ピアノ作品である。演奏時間は、約10分。調整は、波長長。エルガーは、ピアノという楽器をさほど好んでいなかった。レパートリーに、 新しい曲を加えたいというファニー・デイビスからの繰り返しの懇願に応え、デュッセルドルフにおけるオラトリオ、ゲロンティアスの夢の初演準備に忙しい最中、彼はしぶしぶ作曲を行うことになった。曲は書き始めから一気に書き上げられ、事実、楽曲には請求な作曲の跡がいくつか残されている。作曲途中でエルガーはデイビスに助言を仰いでおり、彼女は、 つんで、FD という署名とともに、数多くの改善提案を行った。エルガーはこれらのアイデアの大半を採用した。完成された曲は彼女に検定されている。デイビスは1901年12月2日、ロンドンのセントジェームズホールにおいて模様された、パーセルからエルガーへと題した演奏会で曲を初演した。タイムズ氏の批評家は曲を、バッハとリストの結婚のようであると評している。 初演については説得力がなくうさんくさいものだったとされており、ある記者はデイビスが作品に致命傷を与えたと述べた。デイビスの演奏や作品自体に向けられた、こうした批評を受け、エルガーは曲の改訂を決意し、繰り返しをいくつか削除することで全体を縮小させた。また、曲をピアノ競争曲へと改作する案も戯れに検討されたものの、 この構想が実現することはなかった。彼は1913年にもピアノ競争曲の作曲に取りかかるが、本作品とは無関係の題材によるものである。この競争曲も未完成に終わり、他者の手でまとめられて、オーパス90を与えられている。デイビスは1906年までにオリジナル版をさらに幾度か演奏している。エルガーの改訂作業は完了に至ることなく、 楽譜も損逸してしまった。これ以上作品に取り組む意欲を失い、放り出してしまったのかもしれない。1942年にタイムズ氏の音楽評論家は楽譜の簡単な写しを目にしたことがあると証言している。1942年以前にも作曲家検識者のアンソニー・バーナードは曲のピアノと還元落葉への編曲を依頼されたが、これを行わないことにした。 第二次世界大戦の戦火によって、バーナードの研究は消失し、また多くの書類が失われており、演奏会用アレグロの楽譜もそれらと運命を共にしたものと思われていた。しかしながら、1963年のバーナードの死後、未亡人が夫の書類の中から倉庫を見つけ出している。曲には多くの取り消しと追加が行われており、さらに大量の修正が施されている。 演奏可能な版は、ジョン・オグドンとダイアナ・マクベイによってもたらされた。オグドンは1969年2月2日に、イギリスのテレビ放送で復刻版の初演を行った。さらに彼は曲の録音を行い、その後は自らの演奏レパートリーに取り入れていた。この版はこれまでに他の多くのピアニストが録音を行っている。エルガーが当初意図していた繰り返しをべて含む、 原点版は、デイビッド・オーエン・ノリスが再現して演奏している。また、イアイン・ファーリントンが曲をピアノと、還元楽用に編曲している。演奏会用アレグロの作品番号には、混乱が見られ、出展次第でオーパス41、またはオーパス46のいずれの番号が用いられることも、ある。エルガー自身の実質譜には、オーパス41と記されているが、当時オーパス。 46は、フォルスタッフと名付けられた演奏会用助曲のために開けていた。この作品は日の目を見ることはなかったが、1913年になって公共的修作、フォルスタッフとして発表されることになり、オーパス68という番号と共に出版された。一方で、オーパス41には、アーサー・クリストファー・ベンソンの詩による2つの歌曲が割り当てられた。 以上の経緯から演奏会用アレグロはエルガーの生前には出版されなかったにもかかわらず作品番号としてオーパス46を与えられることになったのである。注釈出典。ありがとうございます。